ブルガータ聖書ラテン語訳聖書は、キリスト教聖書のラテン語への翻訳である。初期キリスト教の時代には、断片的なラテン語翻訳が多数存在した。これらの断片訳は、総称的に、コラテン語聖書として知られる。旧約聖書に関しては、ギリシア語訳である、70人訳聖書が親しまれており、日常的に参照された。また、ヘブライ語の、 マソラ本文からセプトゥア・ギンタに類似させたい本が作成された。これらの古い訳けは皆、ヘブライ語あるいはギリシア語のほぼ筑語的なわけであり、元の言語の文章構造に大きく依存していた。こうした古い訳の可読性や翻訳の質には大きな幅があり、また慣用表現の訳し間違いが多かった。一部の間違いは翻訳者に起因するもので、またギリシア語の慣用表現を ラテン語に直訳したために起こる語尾由もあった。これらの古い訳本はすべて聖ヒエロニムスのウルガータ万聖書の登場とともに捨てれていった。ヒエロニムスはヘブライ語を知っており、当時流布していたラテン語聖書の訳文を彼が理解した限りでのヘブライ語原文に適合する形に改定しまとめ上げた。しかし、礼拝用の紙幣には しばしば古いラテン語訳聖書のものが使われた。ウルガータの項目で議論されている通り、ウルガータにはいくつかの異なる翻訳版がある。クレメンスのウルガータ、シュトットガルトのウルガータなどである。このように複数の版があるのは、ウルガータを改定し、現代化しようとする、あるいはヒエロニムスの本来のウルガータを復元しようとする、様々な試みの存在を示している。 宗教改革において、ジャン・カルバンと親しい人文学者、テオドール・ド・ベーズは、旧約聖書、アポクリファ、新約聖書のそれぞれについて新たなラテン語訳を作り出した。しかしプロテスタントの間で、ラテン語訳聖書への需要は着実に減少していき、ベーズの翻訳が広く流通することは一度もなかった。とはいえ、多数の聖書解釈学的脚注のあるベーズの、 訳本は著名なジュネーブ聖書の翻訳に影響を与えた。20世紀後半になってシンウルガータが作られている。日本語では新薬聖書、神はその一人語をお与えになったほどによう愛された。一人語を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ありがとうございます。